ら、お客さん、この前の。ちょうどよかった。ねえ、ミサコじゃなかった、ルミがどこに行ったか知らないかい？クソ、あの女またいなくなったのか。もう、あの女またいなくなったのか。ブチ切れなんてやんだけど。そうなんですよ、この前お客さんが帰った後どこか行っちゃったのよ。ちなみに金払ってないかな俺、うん、ルミさんに何か変わった様子は？それが妙な話なんだけど、うん、あの子ったらお客さんの顔を見るなり裏口から逃げていった。あいついつも逃げてんな。うん、その客はどんな人だったんですか？それがね、最初はおとなしい普通のお客さんだと思ったんだけど、ルミが出てこないって分かったら突然怒り出して追いかけていったのよ。わしじゃないか。まったく、店のグラスは割れちゃったし、お勘定も払っていかないし、そんなんだったわ。わしじゃないか。うん、それからその客たちはどこに行ったんですか？店の外に止めてあった車に乗って行ったみたいだけど、それから先のことはわからないね。うん、それはどんな車でしたか？表にいたボーイの話だと紺色の高級会社らしいわよ。うん、その後ルミさんは？わからないから困ってるんじゃないの。あの子結構人気があったからね、お客さんに説明するの大変なのよ。うん、それじゃあ私はこれで。あれ、探偵か、探偵ゲームか。やっぱ労働時間が長いって悪だからな、何もすることがない時間。しかも昔ブラウン管だからさ、 PS2 とかを映したブラウン管とかでさ。ブラウン管とかでさ、ロード画面中にさ自分の顔映るんだよな、ロード待ってる間に。普通にちょっと話として面白そうなんだよな。行方をくらました母親。お母さんの工場が燃えてるぞ。どうしたこの子、本当にかわいそうだな。工場がお前どうすんだ、親父も倒れちまって、弟もなんかやばい性癖おばさんに連れてかれて、弟も。お前朝までここにいたんか。なんだこのおっさん。なんて声をかければ。どうしよう、こんなに間近で火事を見たの初めてだよっていう。うわー、どれも捨てがてえな。元気出せよもなかなかうぜえよな。かける言葉が見つけない黙っていく。とりあえず感想言っとくか。こんなに間近で火事を見たの初めてだよ。嬉しそう。風呂入んねえと。すすで、なんか知らねえけど身近で火事見ちまったから、すすだらけになっちまった。伊藤君へ、はい。天空町のソルモナージュという店に働きに行くことになりました。そうだよな、もうだって工場もなくなったから働き手もないしな。悪人探しするんだっけ、なんかいたよね確かに。初級者に対してこうパチンコ勝負を仕掛けるみたいな。あ、パチンコ勝負の大元に素人をさせるみたいな悪いやつがいいんだよな。ってことはパチパラ行けんのか。家具置くか、さすがに何もないしな。じゃあ2ドア冷蔵庫を部屋の真ん中に置くけど。しまった、これ裏だこれ。
いやお疲れ様って帰ってきて でかいジッポライターみたいな冷蔵庫が部屋の真ん中に落ちてんだけどまた大きさも絶妙だな本当に人一人折りたためば入るみたいな絶妙な大きさ。ダメだもんなこれ。大家さんと探偵がこの部屋入ってきてさ、いやここの住んでた人ねいなくなっちゃってねーつって、ちょっと部屋を拝見してもよろしいですかつって入ったらこの冷蔵庫がある部屋一つの物語始まるもんな。その扉を開けてはならない。お、電話持ってる。なんだ。しもしも。僕だよ。僕吉川博士だよ。誰だよ。今から合コンするんだけど、男が一人しかいなくてさ、行く行く。やったー。ディスコハイグレーなんだけどさ、え、行く行く、やったー、俺も参加していいの？ちょっとおしゃれしなきゃ。あ、吉川ってお前か。よし、みんな集まったし乾杯しようか。でもなんだかんだ向こうもドレスコードすごいぞ。なんかの獣を飼った首に巻くやつと T シャツにスカートだぞ。それじゃあ自己紹介始めようかな。僕は吉川博士、今は長谷部商事で働いてるんだ。みんな今日はよろしく。はい、拍手。じゃあ次は美穂ちゃん、キャラティーすごいね。佐々木美穂です、よろしく。はい、拍手。じゃあ次はアリサちゃん、よろしく。最後は伊藤お前だよ。8時地味に自己紹介するか。伊藤こじじでーす。あ、正解だ、正解だったんだ。よかった、外れてよかった。どっちがいい、キャラティーの女の子と獣の皮で、獣のファーで作ったマフラーしてる子、どっちがいいかな。じゃあちょっとキャラティー聞くか。パチンコ好き？美穂ちゃんってさ、パチンコ好き？あー、一度やってみたけど私には向いてないかな。さてどうしようかな。アリサちゃんは？伊藤くんパチプロなんですってね。吉川くんから聞いたわ。私パチプロの人に会うの初めてなんだ。昔からパチプロ目指してたの？気が利かないやつ。この場ではもう嘘でもいいから、そうなんだよ、昔から好きだったんだみたいな感じで盛り上げるはず、盛り上げるのは正解だけど、全然盛り上がらない方向に行くやつ。別に捨ててやってるわけじゃないよ。あ、そうなんだ。なんだか複雑そうね。私は出玉町のデパートで働いてるんだけど、私は今の仕事結構気に入ってるの。お前デパートチームだったんか、その姿。ああいう枕あるよな。出玉町のデパートで。アリサちゃん、パチンコは好き？パチンコってしたことがないの。よかったら今度教えてね。なもん、ハンドルひねだけだ。
そしてあっという間に時間は過ぎていった。パチンコが好きかどうかの話しかしてない。ところでみんな、王様ゲームって知ってる？この空気感で簡単で楽しいゲームなんだ。どう？みんなでやってみない？おーイエーイ、王様ゲーム。イエーイ、俺が王様。1番と3番はエロいことをして社会的地位を失う。これかなあ、3番か。充実してんな、このゲーム。3番が太っちゃう、太っちゃう。じゃあ伊藤、まずは牛特上ロースを食べろよ。いじめかと思いきやめちゃめちゃ優しい吉川。よくいる自分が場を捨てるみたいな感じで仕切ってるけど、面白くない嫌なやつかと思いきや意外に優しい吉川。特上ロースを食べさせられた。ちょっとやめてよ、口の周りがもう油だらけだよ。わあ、もう一瞬で口の中でとろけちまったよ、特上牛ロース。おい、なくなっちまったよ。はい、次メンチカツを食べろよ。おい、食べ合わせ、食べ合わせがす。10特上ロースの後にメンチカツはすごい口の中に残っちゃうよ。あー、衣が口の中でサクサク言うぜ。はい、次ポークソテーを食べろよ。おい、まだ口の奥にもう頬袋にまだメンチカツと特上ロースがあるのに。あ、ドーナツを食べろよ、デザート。フライドポテト L を食べろよ。わざわざ L なんだ。もう若干デザート食った後なのに。霜降り牛のステーキを食べろよ。順番もっと前が良かった。一番美味しいタイミングで食いたかった。お腹がパンパンのもういいかなぐらいの時で霜降り牛のステーキはきつい。豚骨チャーシュー麺を食べろよ。締めに入ってきた。俺すごい食うな。いけたわ。めちゃめちゃ怒ってくれたやんけ。そろそろお開きにしようか。これ合コンで言えるの？ただの俺の大食いファイトを見ただけやけど、みんな。割り勘。割り勘どころじゃねえんじゃねえか、これ。4000貯まって、だいたい1万6000円ってことは、ね、食ったものを全部俺が払ってんじゃねえか、これ。割り勘じゃなくて。全部俺持ち、これ。今日は楽しかったな。また会いましょうね。よかったな。バイバイ。もう。おじさん、どういったご用件でしょうか。言わなきゃダメか。満18歳以上の方でしたら自動車免許試験を受けることができますよ。やった、受けたい、取りたい。試験では運転に関する基礎的な知識は備わっているかが問われます。試験の問題は全部で10問です。9問以上正解すると合格です。任せてくれ。ちなみに俺はノー免許だ。500玉なんだ。それでは試験を始めたいと思います。どっからどう見ても事情聴取なんだけど。てや、口頭なんだこの試験。特に紙面での試験じゃないんだ、対面で。10問だから対面でやるの。それでは試験開始。ミリオネアだこれ。普通免許を取ることができるようになる年齢は、18歳以上。信号機が青色の変と生じていくの意味として正しいものは、車は停止位置から先に進むことができる。車は停止位置から先に進むことができない。歩行者速やかに横断しなければならない。先に進むことができる。横断歩道に接近した際に横断しようとしている歩行者がいた場合は、
そのままそこで通過する。空いてるではないか、行け。交差点で左折するときの合図は？左折するときの合図？え、10メートル手前から行う、30メートル手前から行う、50メートル手前から行う。さすがに50メートルは見えへんやろ。え、でも10メートル手前からやったらもう無理じゃない？もう早っならない？え、今出すの？みたいな。30メートルぐらいから出さなきゃあかんのちゃん。よし。まさか知らないとか、ノーメントでフィニッシュです。進路変更の際の安全確認の方法は正しいものは？え？進路変更？え、バックミラーの確認、バックミラーに頼らない、目視による確認。え、バックミラーの確認とミラーの尺に対する目視。なんかとりあえずいろんなところを目視してるんじゃない？原動機付き自転車の法定速度は？は？え？だいたいこういうのは真ん中。ここから緊急自動車が接近してる場合は、緊急自動車ってなんだよ。左へ寄って進路を譲る。左へ行って一時停止。気にしない。え、進路譲るんじゃない？車が衝突した際の衝撃は？パトカーか。速度に比例して大きくなる。速度の2乗に比例して大きくなる。速度が速くても遅くても変わらない。あー、救急車とかか。え？二乗？衝撃は？知らんが。なんかとりあえずでかいんじゃない？二乗するんじゃない？あ、どうぞ。駐車となるものは、人の乗り降りのための停止、10分間の貨物の積み下ろし、車庫のシャッターを開けるための停止。駐車になるのは、積み下ろしじゃない？追い抜きの説明書正しいものは、進路を変えず進行中の車両の側側を通り前方に出る。進路を変え、同車線上にいた車両の前方に出る。進路を変えず同車線上にいる車両の前方に出る。進路を変えず進行中の車両の側側の通り前、前方に出る。よっしゃ。今、採点が終わりました。あ、すごい、目の前でやってくれるんだ。レスポンス早いね。後日郵送とかじゃないんだ。やったー！無免許でも取れたぞ、免許。そして、こちらが伊藤さんの運転免許証になります。俺も免許取りに行こうかな。これぐらいなんだ。こんな感じなんだ。ちょっと免許欲しかったんだよな。写真やばそう。自動車は高速道路の入り口のそばにあるカーディーラーで購入できますよ。買うところまで指定されるんだ。